長野オリンピックスタジアム。長野オリンピックスタジアムは、長野県長野市篠ノ井東福寺の南長野運動公園内にある野球場。条例上の正式名称は、長野市営南長野運動公園総合運動場野球場。長野市営南長野運動公園総合運動場野球場。施設は、類設計室が設計、長野市が所有し、 南長野スポーツマネジメント共同事業体が指定管理者として運営管理を行っている。スタンドの区体は桜の花をモチーフにデザインされており、内野2階スタンドが花びらを、6基の照明灯が花びらを模している。長野市中心部にあった長野市営場山野球場、1926年春工。 県は所有市が管理する長野運動公園野球場、1966年春高の2施設が老朽化したのに伴って、長野市は新たな市営野球場の建設計画を立案し、篠野の市区に野球場などを中心としたスポーツ公園、南長野運動公園が整備されることになった。建設を前に、まず1998年2月開催の 長野冬季オリンピックの開会式、閉会式の会場として使用することとなり、逸話に合わせて、現在の内野スタンドの部分が先行して建設され、外野スタンドの位置には、鉄骨で組まれた仮設スタンドが設けられた。建設事業は、逸話開催終了後の同年春から再開され、仮設スタンドを撤去して、外野スタンド等が建設された。そして2000年3月に、 両翼99.1メートル、中堅122メートル、内外や全面人工芝の野球場として会場。当時の正式名称は、南長野運動公園総合運動場、多目的競技場、多目的競技場。完成と同時に、愛称、長野オリンピックスタジアムが付与された、詳細は後日。なお、オリンピックスタジアムの竣工に伴って、 城山野球場は1999年シーズン、限りで教養を終了して、閉鎖、撤去。跡地は隣接する城山公園の園地に転用され、桜150本をはじめとする樹木が植栽された、触れ合い広場として2007年3月28日に、開場している。初のプロ野球公式戦は、2000年5月20日5月21日に、 開催されたパリーグ公式戦、西ブライオンズ、現埼玉西ブライオンズ対オリックスブルーウェーブ、現オリックスバファローズ2連。プロ公式戦初本塁打は、当時西ブに在籍していた中島聡氏が放った。その後2008年まで、西ブは長野で毎年2連戦を主催開催していた。またセリーグの初公式戦は、同年8月1日に開催された。 広島東洋カープ対ヤクルトスワローズ、現東京ヤクルトスワローズ17回戦。以来、毎年1から3カードのプロ野球公式戦が開催されており、2002年7月にはフレッシュオールスターゲームが、また2003年10月にはプロ野球ファーム、日本選手権が開催された。2007年からは、ベースボールチャレンジリーグのシナのグランセローズが、ホームゲームの主たる、 開催野球場として使用している。2017年には、リーグチャンピオンシップ1試合とグランドチャンピオンシップ2試合が開催された地区チャンピオンシップ1試合も予定されていたが、雨天中止となり、順延で長野県営野球場での開催となった。このほかアマチュア野球においても長野県及び北新越地区の社会人野球の公式戦でも使用される。 人工芝のフィールドとあって野球以外の競技での共用機会もあり毎年4月に開催される長野オリンピック記念長野マラソンはここがゴールとなるオリンピックスタジアムには走者は一塁側のゲートグラウンド搬入口から入場し外野のフェンス沿いを通り三塁側の内野側をゴールとするコースが設けられる東球場のプロ公式戦の多くは 県内全域で販売されている地方紙の品の毎日新聞が主催もしくは共催により開催している。なお、長野県南部、松本市などの中心、飯田市などの南心は中日新聞の販売エリアとなってはいるものの、長野市などの北心、上田市などの東心はエリア外となっているなど全県では販売されていないこと等もあって、中日ドラゴンズの地方主催公式戦が同級場で、 開催されたことは一度もない。他球団主催試合の対戦相手としての開催実績はある。会場以来付設されていた、ショートパイル型人工芝、アストロ製、アストロダーフ S-8、パイル長 13mm が、経年劣化したため、2010年春に張り替え工事を実施し、ロングパイル型、アストロ製、アストロピッチ SL、パイル長 60mm が付設された。 スタジアムの愛称は公募によって決定された。候補としては、フラワー、桜など、スタンドの形状にちなむものも応募されたが、長野オリンピックにちなむ名称が多く寄せられたため、長野市はオリンピックを愛称として採用することを内定。2000年2月1日に国際オリンピック委員会、IOC の承認を得た上で正式に決定した。 ただし IOC 側から長野市に対しては、逸話マークをりに使用しない、ノベルティグッズの製作等の宣伝利用を行わない、等々の条件が付けられた上で、使用認可が降りており、逸話マークは、球場正面のバルコニー部と、正面玄関の長野五輪開催地を示す、エンブレム以外には掲出されていない。グランセローズの公式 HP では、オリスタと略されて表記される。 2001年8月22日、ダパンプのコンサートが当スタジアムで行われた。ダパンプは同年夏、全国で野外ツアーを行っていた。コンサートそのものは無事に開催されたものの、公演中、スタジアムの周辺の住民から騒音の苦情が相次いだ。これを受け、管理する長野市側はコンサート会場としての使用を当面の間、禁止する土俵。 そのため現在のところ、これがオリンピックスタジアムで行われた唯一のコンサートとなっている。2004年7月11日にはオールスターゲーム第2戦が開催された。当時プロ野球再編問題による1リーグ会の流れが加速する中、セパ対抗最後のオールスターになるのでは、とチケットは即完売となった。試合は北海道日本ハムファイターズの新女が、 阪神タイガースのバッテリーからホームスチールを奪う活躍で全波が勝利した。試合後、新庄は MVP 獲得のヒーローインタビューで、これからはパリーグですと宣言し、スタンドの喝采を浴びた。2004年のプロ野球再編問題に絡み、9月15日、日本国内最大手のインターネットのショッピングモール。 楽天市場を運営する楽天がプロ野球への参入を検討していることを公式に表明した。この際、フランチャイズとしては、同社代表である三木谷博文の出身地である兵庫県神戸市イコールヤフー BB ビービースタジアムを候補に挙げていたが、9月18日には楽天の役員を通じて、長野市長、鷲沢忠に長野オリンピックスタジアムを本拠地にする。 ことについて打診があったことが判明した。これを受けて、鷲沢や当時の長野県知事、田中康夫は楽天側からの希望があれば支援したいと表明している。打診内容は本拠地か、もしくは年間数カードを開催する、準本拠地としてのものだったとされる。22日には鷲沢と田中が長野市役所内で協議し、県と市が協力して誘致活動を行っていく。 方針確認した。一方、20日には、三木谷と大阪府知事、大田夫妻の対談があり、大阪ドームが本拠地候補の想定内であること、大田知事も条件面でできる限りのバックアップをしたいと応じたことが明らか、なった。だが、大阪、兵庫は、阪神とオリックス、近鉄の合併により誕生する新球団が保護地域としていることがネックとなり、 三木谷は22日、先にプロ野球への加入申請を行ったライブドアが4所地として申請している宮城県仙台市の宮城球場を本拠地として24日に加盟申請を行うことを表明。同時に長野も素晴らしいスタジアムを持っている。年間10から15試合できればいいかなと思っているとして、 オリンピックスタジアムでも定期的な試合開催を検討していることを明らかにした。また、仙台を本拠地とできなかった場合、長野を本拠地とする可能性については、それはないとしながらも、地元の人たちがどう盛り上がるかにかかっていると、順位本拠地化については前向きな姿勢であることを示した。この楽天の計画について、わ沢は、素晴らしく名誉な話。 ぜひ、誘致したいと思うと述べ、歓迎の意向を再度表明した。長野市の人口は約38万人と、他のプロ本拠地と比較すると、人口規模が少なく、マーケット性の問題がネックになる可能性があるが、オリンピックスタジアムは、全国的に見ても設備が整った、野球場あるほか、スタジアム周辺には、温泉地や旧跡などの観光資源も多く、 温泉等を利用した療養施設もあるなど、プロ野球の拠点としても十分機能できる可能性がある。しかし、その後楽天は、東北地方を中心とした球団作りを目指す方針に転換。東北楽天ゴールデンイーグルスは2005年シーズンからパリーグに参入することとなったが、同年以降、長野県内で楽天の主催公式戦が行われたことは一度もない。 なおオリンピックスタジアムでは同年、西部対楽天2試合と交流戦の読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ戦が開催され。楽天の準本拠地構想は頓挫し、依然として複数の球団が主催試合を行っている。主に巨人、横浜 DNA が主催試合を行っており、ヤクルトや広島、西部も公式戦開催実績がある。 2014年9月2日の巨人対広島戦で、カープのライネル、ロサリオ選手が、初回戦闘打者本塁打に始まり、NPB 史上63人目、67度目のサイクル安打を達成した。本塁打から始まり単打で終わる達成であった。2015年6月23日の広島対阪神戦は試合前から降り続く雷雨の中行われた。 二回表終了時に34分間の中断を挟み、試合は八回表にマウロ・ゴーメース選手の逆転ホームランで、阪神が勝ち越すも、九回裏にマルカ選手の同点打で試合は延長戦に入り、その後両軍得点が入らず12回引き分けとなった。試合終了時刻は23時47分、実に5時間47分の激闘となった。なおこの試合で広島は、 一試合21残塁の NPB 大記録を樹立した。ちなみに前年に東球場でサイクルを達成していたロサリオ選手は2軍にいたため出場できなかったまた、この試合前の時点で勝率5割で2位だった阪神はこの引き分けで勝率は変わらず、首位の巨人が敗れて5割で並んだため、セリーグ全球団が勝率5割以下、いわゆる貯金死という6月としては、 異例の状態となった。これはこの年のセパ交流戦でセリーグが大幅に負け越したのが大きな要因である。さらにこの日開催されたプロ野球のセパ計6試合のうちこの試合を含めて5試合が地方球場で行われた。これはプロ野球が12球団となった1958年以降では初めてである。2016年10月14日に 第25回全国消防総合大会が、東スタジアムで行われ、ポンプ車の部は松江市消防団が、小型ポンプの部は伊賀市消防団がそれぞれ優勝した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。